前の動画の続きっていうわけじゃないけど、まあ続きになるね。ごめんね。続きになります。はい。参政党は愛人 OK なんですっていうことに賛同してるわけですよ。で、私はそのことに対して、イケス不倫、イケス不倫って何なんですか、愛人 OK ってどういうことなんですかって言ったら、いやもう、参政党はですよって、参政党の党内の女性はイケスの魚のように食べ放題なんです、私は、イケスの魚のように食べ放題だから、NHK から国民を守る党の立花孝志、からですよ、イケス不倫だと命名されちゃいましたと、しょうがないんです、だって私が抱きたいと言えば抱かせてくれるんですからと、食べ放題なんですよと。ね、党内の女は食べ放題、カールと賛成と不倫愛人ロリコン OK の賛成党です、不倫愛人ロリコン OK の賛成党です、覚えていってください、気をつけましょうね、気をつけましょうね、参加できる詐欺で金と時間奪われますからね、いいですか、参加できる、なんだったら議員をクビにできると嘘ついてルールすぐ変えて騙してる賛成党に気をつけてくださいよ、その原因の規約変更一体何回してるか聞いてるのに答えられないんですからね、ね、ちょっと長かったけどね、ごめんなさいね。さっきね、ちゃんとこれさっきも動画撮った時に四郎さんの動画流したんだけど、聞こえてなかったですね、ちゃんと流したいところが、ごめんなさいね。そう、まあ2つ、この動画から2つ言いたいことがあって、一つは、四郎さんがこうやって歌っているときに、ニット帽をかぶった党員の方、四郎さんが歌い出したらニコニコしたんですよ。まあ、かわいいなと思ったんだけど、ニコニコして、ね、笑ってたのね。まあ、それを見たときに、一つ感じたことは、ね、こうやってニコニコしてくれればいいんですよね、普通に答えてくれれば、普通に質問に答えて、普通に面白い時には笑って、これが普通でしょ、この党員さんのように。この方はきっといい人ですよ、心のある、分かってらっしゃると思うんですけど、心の中では分かってても言えないんでしょうね、だから言ったら、やっぱり、おかしいんですよ。おかしい目で見られるんですよ、党内で。この方みたいにニコニコするのが普通でしょ？だって面白いもん。馬鹿げてやってるんじゃないんだけど、面白いもん。ねえ、四郎さんがやってるの。笑って、歌って。歌って、ねえ。やじって、この党員さんが笑うのが、ニコニコするのが普通でしょ？そんな、ね、イライラして、物を壊したり盗んだりするのは、行き過ぎてますよね。四郎さんがやってるやじ飛ばしたりするのも、おかしいかもしれませんけど、
人の街頭演説に行ってね、聞きたい人の演説が聞きたい人のね、妨害にもなってるのかもしれません、なってますけど、こっちだってね、質問しに行ってるわけですからね、答えれば終わることですよね。あっちがどうこっちがどうっていう、そんなことが議論ではないんですよね。根本的なことを分かってるのに、それをやらない、質問に答えないのがおかしいんだから。そして今の動画で言えるもう二つ目、ちょっと一つ目長くなったけどごめんなさいね。二つ目は、あら、二つ目飛んだじゃんかよ。一個目が長すぎて喋るからあんまり。二個目何やったっけな。あ、そう、何やったっけ。まあ飛んだけど、二個目言いたいことがあったんだよね。二個目は多分不倫のことだと思うんだけど、その不倫愛人 OK ってね、そうやって言ってね、言ってることにみんなどう思ってるんだろうね、党員さんとかね。まあ飛んだけど、そうそのそうやって耳に入ってくると思うのよね。普通に私も経験があるから言えるけど、こう入ってきちゃこっちからこう出てるんでしょうね。もう必死で日本を救おう、今そんな問題どころじゃないんだってね。なんとか問題が、もう今大変な時なのに日本そんな問題じゃないって感じなんだろうね。まあいいけど。で、飛んだけど、2個目が言えなかったな。まあ忘れ。よし、では、じゃあ、本題に入るけど、3月30日に、新カッチャンネルさんで発信された動画、赤尾さんと平岡さん、元公設秘書の平岡さんの、お亡くなりになられた平岡さんのメールの流出の真相が明らかになったような動画でしたね。これでお亡くなりになられた平岡さんは、神谷投手のことをもうこれほどにもない言いようのない言葉で表されていました。うん、サイコパス、勘違い、ゲス野郎。このサイコパス、勘違い、ゲス野郎とかいう時の女の気持ちって、本当ね、クソやられたみたいな感じなんだろうね。感じですよね。ゲス野郎でね、もう本当すごい、昨日っていうか、いたたまれなかったけどね、これ知った時は。え？まさかまさかまさか、嘘まさかって。でなんかもうね、コメント欄とかでね、コメント欄書かれてる人のを読んで再確認っていうか、自分で納得っていうかしたけどね、ちょっとわからなくてね、私鈍感バカやからね、わからなかったんだけど、わからんことはないけど、なんかまさかつながらなかったのよ。だけどコメント欄でもね、これでつながりましたって書いてる方がいてね、そう、まさかですよ。でね、参政党は記者会見で、その因果関係は調査した結果ね、なんか因果関係はないって言ったらしいんだけど、その平岡さんのこと、事件じゃないな、死因ないわけないって、絶対ここまで平岡さんが言ってるんだから、神谷投手のことですよ、言ってるんだからね、
LINE で。もうこれ以上に、うん、これ以上にない。これはね、あれですよね、証拠。うん、だからその不倫がね、不倫じゃないな、そういう神谷投手のね、軽はずみなね言動、そういう発されたね言葉がね、全部行動でねつながるんですよ。行動に人の命まで奪ってしまったんですよ。平岡さんのことがあったから、この前にアップした動画は撮ったのもあるんですよ。私、平岡さんのことがなかったら愛人問題は多分橋、うん、わかんないけどね、それは。だから私も発信したんだけど、ここまでサイコパス勘違い、ゲス野郎っていうことは、よっぽどのことがね、あったんだろうね。そしてその前にも気になっていた一番、武田先生のおっしゃってたこと、パワハラ以上の問題があった党内でね、平岡さんがお亡くなりになった原因、パワハラ以上の問題があったって、とてもね、卑劣なことがあったんでしょうね。浮かば、なんかもうね、頭が真っ白になるけど、そういうこと、そういうことをね、だからそういうことをしてる人が党首でいる、党首っていうのはどうなんですかね、考えないといけないですよね、皆さんね。そういうのを四郎さんがああやって参政党の街頭演説に行って発信してくれてるんですよね。内容はしっかりしてると思います。やじってるけど、はい。それではちょっとね、散歩から帰ってきてね、疲れが出てるから言えないけど、頭が真っ白になってごめんなさいね。はい、概要欄にかっちゃんねるさんのこの貼っとくので見てください、動画を。こっちの四郎さんの方の動画も、さっきのこの前に発信した動画も概要欄に貼ってますけど、今度のも貼っとくので見てください。それでは失礼します。